えっと、今日は、えー、リスニングです。今から、英語を言いますので、日本語の意味を言ってみて。例えば、えー、That's my favorite book. はい、どういう意味でしょうそれは私の大好きな本です。って意味だよね。っていうふうに、日本語で言ってみてね。私、その後に答え言いますから、合ってるかどうか確かめてください。じゃあね、うーん I going home now? あなたは今、家に行くつもりですか って意味ね。はい、できたかなじゃ、次ね。えー、っと、what will the music club do。はい、音楽クラブは、何をするつもりですか。って意味ね。はい、次ね。I wasn't at the office。私は仕事場にいませんでした。はい。えー、そうですね。some work to do。 やるべき仕事。はい。どうですかなかなか難しいでしょう。どんどんいきますよ。これリスニングだから、このくらいの速さで聞き取ってないとね。じゃあ次ね。I just ordered a curry rice. 私は、えー、カレーライスをオーダーしました。頼みましたっ、ねえーっとね。次ね。Could you help me? 手伝ってもらえますか じゃあ、I heard about that. それについて聞きました。はい、次ね。Do you have any plans? 何か計画はありますかこれちゃんとね、私の後に繰り返すというよりは言ったらすぐに日本語で言ってみてね。そうすると、あのリスニングの練習になりますからね。Because there is an English test. なぜなら英語のテストがあるからです。じゃあ次ね。I look for it later。後で探しておきます。できたでしょうか。じゃあ次行きましょう。えー、っと、What did the girl buy? その女の子は何を買いましたかじゃあ次ね。This is my friend. こちらは私の友達です。じゃあこれどうでしょう ?This is my friend Bob. こちらは私の友達のボブです。じゃあ次ね。What does Ben's father want? Ben のお父さんは何が欲しいんですかもう一つ行きましょう。Karen isn't home. カレンは家にいません。だんだん難しくなってきたかもしれないけどね。だんだん慣れてってね。<That camera. S 1> そのカメラ。はい。えー、What is Bob's hobby?Bob の趣味は何ですか ?What is the man's problem? その人の問題は何ですか ?It's so cute! かわいい <laughs> じゃあ最後かな、ここら辺で最後かな。えっと、うん。Why does the girl like the blue jacket? なんでその女の子は青いジャケットが好きなんですかもう一ついけますかねはい。 えー、how do you go to the work? あ、ごめん。<laughs> 間違った。もう一回ね。how do you go to work? 仕事には何で行きますかはい、こんな感じです。どうでしょうできたでしょうかえー、またこれやりますからね。どんどんリスニングの訓練しましょうね。